FC 東京は6日、トップチームの移動時における対応について、クラブ公式サイトで注意喚起をした。写真、レジェンドカップル、びっくり、元なでしこ、鮫島彩さんが驚きのツーショット披露。トップチームでは安全でスムーズな遠征先への移動を目的とし、公共の場で周囲に迷惑がかかることを避けるため、サインや写真撮影の対応は一律で行っていない。 現在は夏休み期間ということもあり、公共交通機関の利用者が通常よりも増えている。クラブはその中で移動中や待機中のチームにお声掛けされますと、一般の利用者の皆様の人流を止めてしまい混雑を生じさせる要因にもなり、公共施設や利用者の皆様に非常に迷惑がかかります。絶対にお止めくださいとした。さらに、 移動中のこうした行為はどのような理由があっても正当化できるものではありませんと続け、今後、該当する行為を帯同スタッフが見かけた際には、行為者の特定のための撮影をさせていただく場合がございます。さらに、警備の増強や移動手段の変更などを検討せざるを得なくなりますと表明している。クラブは改めて、トップチームの移動中の声かけは絶対にお止めください、とし、また、 周りの方がそのような行為をされている方をお止めいただくように、皆様のご協力をお願いいたします。皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたしますと呼びかけた。